女優竹下景子様リニューアルのお祝いに駆けつけてくださいましたえ竹下様どうぞお上がりください皆様拍手でお迎えください <laughs> さあそれではお祝いの花束を竹下様から監督にお渡しいただけますでしょうかお願いいたします さあそれでは、えー、竹下恵子様よりお祝いのお言葉頂戴したいと思いますどうぞよろしくお願い申し上げますあ皆様こんにちは竹下恵子です、えー、本日は2度目のリニューアルということであの前回に引き続きお招きをいただきましてありがとうございますあのこうして寄せていただくたびにこの寅さん記念館も充実して とても魅力が深まっていくのが今日おいでの皆様の顔を見ても分かるようですあの山田監督さんとは私は3作品もご一緒させていただいて、えー、女優として育てていただきましたでもその当時よりも今を当時を思い出しながら作品を繰り返し拝見するともっともっと実は。 楽ししめるようになりましたあの頃がどんなに未熟だったかと思うのですけれど、えー、時代を超えてこの「男はつらいよ」とう映画は人と人との触れ合いの温かさとか家族の大切さとかそれに加えてその日本の各地の美しい風景が細やかに彩られているのに気が付きました。そういういこことで今回のこのリニューアルは その鉄道にもまた新たに焦点が当てられたということで私もこれから拝見するのを楽しみにしていますけれども日本を訪れる方がどんどん増えている今の中で日本全国の皆様に加えて海外からのお客様にもこの記念館の素晴らしさを通して日本の風景の素晴らしさそれから日本人としての心の その気持ちのありようの素晴らしさ変わらなさそんなことも感じていただけるのではないかととても期待を寄せております、えー、これからも山田洋一監督さんどうぞお元気でご活躍をお祈りしてお祝いのお言葉にさせていただきますありがとうございますありがとうございます竹下恵子様よりお祝いのお言葉を頂戴いたしましたじゃあマイクお預かりしましょう ありがとうございますさあ、えー、今回のリニューアルですがトラさんと一緒に旅する鉄道の旅というのがテーマとなっております、えー、今回のテーマにどんな思いが込められているのかそんなお話ももしかしたら出るでしょうか、えー、名誉館長山田洋次監督よりお言葉を頂戴したいと思いますお願いいたしますあのこんなに大勢の <laughs> あの方たち来賓それからあの虎さんのお客さん虎さんの不安でいてくださると思うんだけどもこんなにたくさん来てくださるとは想像もしていませんでした本当にあのびっくりしております武田さんもとありがとうございますあのまあ虎さんの家族と虎さんのまあ地域って言いますかね虎さんの住む周辺の人たちとのまあ物語 長年取り続けけてきたんですけどもまあ実際こういう暮らしはもう僕たちの周辺から消えつつあるなあるいはほとんどなくなってしまったんじゃないかなという思いを実はあの寅さんを作りながらもあのそういう不安をいつも抱いていたものでした。でまあ寅さん厚め行きさんが亡くなって寅さんシリーズが終了してもうすぐ20年になろうとしているんですけれどもあの <laughs> 今僕たちはあのどう言えばいいんでしょうかねつまりあの失ったものというのは非常に大きかったんじゃないかと僕たちの,あの生活の文化の中でですね僕たちの暮らしの中であの失,失ってはならなかったものもたくさん失ってしまったんじゃないかという気持ちがあのとてもあの僕はしているし皆さんもそういう思いがあるんだろうと。 あ,のあれは取っ,てお,きととって,おいておきたかったあれはとても大切だったそれに比べて今は何という味気なくなってしまったんだろうということあのそういうことを含めてこの進歩とか発展とかということについて僕たちはいろんなこう疑問を抱かなきゃ抱かざるを得ないような時代に今いるような気がするんですけどもあのこの記念館はもちろん寅さんの名前を冠してますけどもそういう思いを この島又を中心にしたこの下町にその昔あった様々な暮らしあの僕たちが本当に懐かしくあの頃に帰りたいと思うようなそういう暮らしがここに来ると体験できるそんなふうなあの記念館でありたいとずっと あの思いながらリニューアルを重ねてきたように僕は思いますそして今回はそこに鉄道というテーマを加えてみました「鉄道の旅」も随分変わってきてしまった寅さんの時代のこう旅あの汽車は遅くて座席は硬くてまことに不便なことはいっぱいあったけど同時にあの旅というものがとてもこうあの。 なんていうかなこの楽しくて味わい深くて旅を通していろんな人とつながり合えたっていう時代があったっていうことをあのまあこの記念館の中でその鉄道を体験しながらですねあの思い返してもらえるそんなふうなあの新しい記念館になってくれればいいというふうに僕は思っております。ここれからももそういうい意味でこの記念館が年年先20年先も あの、その、そのコンセプトを持ってですね、あの。この芝バマの地にいつまでも、この、あの。皆さんの足、足、足、皆さんが足を運ぶ場所として、歩き続けたいと。そんなふうに、今、あの夢のように思っております。これからも、どうぞ、皆さん、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。お願いいたします。